おはようございます。茂木耕作みそら研究所長令、今日は令和5年6月25日でございます。なんかね、そんなに注目してたりとか楽しみにしてたとかじゃないんですけど、バレーボールの日本代表がめちゃくちゃ強いらしくて、ふっと YouTube に上がってきたのを見て、ブラジルに30年ぶりに勝ったんだみたいなのを見て、でもハイライトとか見るじゃないですか。もうすごいっすね。 にわかにも程があるよっていう話なんですけれども、いやでも、いやすごいっすね。 全然知らん、もうほんと久しくバレーボール、なんだろうな、なんかほんと僕の応援してた頃って何ですか、まあ、僕よりちょっと上ぐらいの年齢の世代の人たちが選手みたいな時は、結構なんかフジテレビとかでね、割と盛り上がって、でなんかそれで、そのなんだろう、それこそさ、バレーボールブームってことじゃないですけど、なんかめ曲がバンバンヒットしたりとか、それの応援のね。いやなんかその頃はさ、なんだろうな、世界王者みたいな、こう人、なんていうの、国、ブラジルとかアルゼンチンとかイタリアとかですか、まあまあ、でも基本そのヨーロッパ強豪国、南米強豪国みたいなところから相当開きあるなっていう、まあでもなんとか食らいついて1勝2勝を重ねれたらみたいな感じでしたもんね。でもなんかそれが30年経ったら 30年経ったらブラジルからフルセットで勝っちゃうとか、昨日もなんかアルゼンチンにフルセットで勝っちゃうとか、なんか漫画みたいな、こうバレーボールになってて、 なんかレシーブもすごいし、なんトスも漫画みたいな、トスの精度っていうかさ、でまあスパイクもスパイクで、エースだけじゃないみたいな、すごいっすね。なんか配給のアニメが先にね、僕我が家では バレーボール面白いねってなって、息子も高校でバレーボール始めたりとかしたから、こうバレーボール自体のこう球技としてはなんかもう一盛り上がりしてたところであったんだけど、まさか日本代表がこんなに強いなんて思ってなくて、びっくりしてます。 いいっすね。でもなんかワールドカップでなんかサッカーも強かったし、当然野球はまあもちろんね、もともと強かったし、でもすごい結果でしたよね。でバレーボールもか、なんかすごいっすね日本ってね。 知らなかったよみたいな。 日本って座ったんだみたいな、何なんですかね、急にこんなことあるんですかね。なんかかなりのスポーツで、そのまあ日本代表みたいなものだけじゃなくて、なんだろう、個人でいくとテニスとか、あと何があるんだろう、ゴルフもそうですよね、なんか松山英樹選手とか、あとなんだっけ、わかんないけど、なんか日本人選手、日本のスポーツ、プロスポーツみたいなのがやたら、こんなに強いんですねっていう。 これはなんかでもあるんでしょうね、積み上げたものが。だってまあ、30年勝てないっていうのは、それはもうそれだけの開きがあったってことだと思うんですよね。だけどそれだけの開きがあっても、30年越しにフルセットでギリギリで勝てるぐらいのところまで何を積み上げてきたんでしょうね。何、そのただ単にそのスポーツの技術、まあ、スパイクならスパイクとかレシーブならレシーブとか、それだけを練習して勝ってるっていう開きじゃなかったと思うんですよね。 でまあなんか
何がどう噛み合ったら強いチームなのかみたいなのって、もう本当なんか練習の質とか量とかっていうだけじゃなくて、サポート体制とかさ、チーム運営とか、その選手の個性の生かし方とか、まあ、マネジメントとかサポートとかですよね。なんか絶対なんかこう大幅に何かをそこで向上させたんじゃないかなっていうね。だからなんかそのフィジカル的にもう無理でしょみたいな、そういうふうに映ってたんですよ、30年ぐらい前はさ。もうあんなスパイク取れるわけないじゃんみたいなさ、そのブラジル選手のスパイクとかアルゼンチン選手のスパイクとか、もう高さが全然違うしさっていう、その ブロックの上から真下に叩きつけられてるみたいな感じに見えてましたよね。それぐらいなんか実力差に見えてた気がするんですけど、でも当時はだからフィジカル的に不利だよねとか、日本人の体格ではみたいなこと言ってたけど、結局そうじゃなかったっていうね、ことが30年越しにこう証明されてるっていうか、いや、なんかすごい場面を見てる気がするんですよね。 で、フィジカル的に無理だよって、なんていうか、目の前で見ているとそう思えることでも、30年経つと意外と違うものが見えてくるっていう現実をこう目の当たりにしてるみたいな、結構貴重な時間のに立ち会ってるような気がしてて、これ何なんだろうなと。いや、まあ結果その体格差はなんかまだそんなに別に、まあ確かに以前の選手よりこうつくなってるかもしれないけど、別にでも石川選手とか普通に線細いですし。何が変わったんでしょうね。まあでもとにかく技術も精度も体力的なスタミナみたいなのにしても、まあギリギリフルセットで勝ったって言っても、やっぱ上回ってるねって見た目に思えるぐらいこう本当に強いんですよね。なんか偶然なんかたまたまで勝てるスポーツじゃないと思うんですよね。なんかラッキーパンチでみたいなさ、そういうのじゃないじゃないですか、バレーボールって。フルセットでブラジルに勝てるって、まるでアルゼンチンに勝てるとかっつってさ、別になんかあの古豪が、昔強豪だったチームが力が落ちたから、そんなんでも全然なさそうだし、むしろなんかレベル上がってるよね基本的にね。もう目がついていかないんですけどみたいなさ。そういうレベルで さらにこうレベル上がっているのに、それをさらに上回るっていう、これはなんか技術フィジカルだけじゃなくて、チームビルディングそのものとか、サポートとかマネジメントとか、なんだろう、選手の集め方、育成の仕方とか、それ結構すごい長期スパンで何かしら誰かが努力を積み上げていたんじゃないかなっていうのはちょっとね思ったりしてるところなんですよね。なんかそれ知りたいなぁと思ったりしてるところですね。なんかただ単にそのスポーツ、今までねスポーツパッと見て、あ、日本代表勝ったんだみたいな時に、わあ、すごい、強い、うまい、みたいなところで 大体話止まってたんですけど、僕の中ではね。だけど、よくよく考えたら、そんなわけないだろうっていうぐらい、本当に強くて、本当にちゃんと勝っちゃってるっていうのを、よくよく考えたら、これ絶対その、たまたま、逸材が一人入ってきたとかさ、たまたまこの年のチームには、いい選手が集まったとか、その程度の話で太刀打ちできるぐらいの実力差じゃなかったと思うんだよね。ものすごい開きだったような気がするんですよね、特にバレーボールなんて。それをちゃんと埋めて、追いついて追い越して、フルセットで勝ってみたいなことってどうやって起こしたのかって言ったら、なんかその選手個々人のこうスター性とかさ、技術とかテクニックとかフィジカルとかそういうもんだけじゃないよねと。で、まあ
今年チームプレーがいいみたいな話だけでも絶対なさそうだなっていう。まあ監督とかもあるのかもしれないけどさ、まあでも監督を呼ぶにしたって、呼ぶところからね、どうやってどんな人を呼んでみたいなことからさ、すげえ大変じゃないですか。で、そこになんかチームビルディングってこう曖昧でふわっとした話なんですけど、ものすごい強固な何かをこうチームを作り上げるみたいなところになんかものすごいものが詰まってて、その結果がこう表に出てきてるっていうことなのかなっていうね。まあでもそれぐらいの強さを感じさせるってすごいことですよね。なんか目に見えてないところのなんかあんじゃねえか、よっぽどすごいマネージメントしてんじゃねえか、すごいサポートしてんじゃねえか、すごい育成があるんじゃないかとか、どんなシステムになってんだろうみたいなところを思わざるを得ないぐらい強いんですよ。っていうか こんなこと思うとは思いませんでしたけど で何を見てんだっつったら、まあ普通にね、ただ別に、にわかの久しぶりにバレー面白いねっていうぐらいで、何を知ってるわけじゃないんですけども、いやでもここまで強いとそこに目を向けざるを得ないぐらいっていうか、面白いですね。なんか詳しい人いたら教えてください でもなんか最近そのナンバーとかさ、スポーツ雑誌あるじゃないですか、ああいうのでもなんかその選手の、まあ例えばスターの選手、すごい選手、イチロー選手、大谷選手みたいな、なんか、まあ、サッカーでもさ、本田選手とかっつって、まあそのカリスマ的すごい選手がっていうインタビュー記事だけじゃなくてさ、結構なんか指導者の記事が一時期からこう増え出してるような気がするんですよね。まあ僕がそれが気になってたから増えたように感じただけかもしれないけど、でなんかそこからさらになんかそのトップの監督みたいな顔の人だけじゃなくて、まあ育成みたいなさ、まあ裏方よりもさらにその土台に当たる部分ですかね。でまあサッカーとかで言ったらさ、結構アンダー20とかアンダーなんとかって結構クラスがあるじゃないですか。でそういうなんか下の世代にも結構なんていうか注目っていう本じゃないけど、なんかそのちゃんと光を当ててどういう取り組みをしてるとか、どういう試行錯誤をしてるみたいな記事が結構、ちゃんとなんていうかすごく、でこういう本質的な取り組みがさ、こう10年後ぐらいにどういうふうに花開くか分かんないけど、でも現場の人たちは何かこう信念を持って、日々こう指導者として過去ちょっと実績があるみたいな話では通用しないっていう世界に対して、こう何を学んでどう試しながらどう取り組んだらいいのかみたいなことをすごいこうもがいてる感じのね、記事を結構見るような気がしてきて、でそれはなんかその結構バレーボールに限らずなんでしょうけど、なんかいろんなとこで見えるようになってきたなぁと。なんかそんなことでね、ちょっとね、感じたりしましたね。で、まあまあ、そこまでさ、まだ光が当たってないけど、その先の先の先ぐらいには、それこそ少年サッカー、少年野球、少年何々みたいな、まあ少年少女クラスのね、まあなんていうか、まだ現時点では、そんなプロになりたいとか意識してないですよぐらいの地域レベルのさ、なんかまあそれこそね、全くんが陸上クラブでとかっていうのが、まあ、全国にこう広がってこう そういうのは昔からあったわけなんだろうと思うんですけど、でもその全国にこう
名があったり、名がそんなに知られてなかったりみたいな、こう無数にある、その小学生中学生ぐらいの年代からのさ、まあ無数にあるチームで、その全体としてこうちょっとずついいチームが増えてるんだろうなっていうね。まあこれほんとただの想像なんですけど、なんかそういうこと起こってんだろうなと思ったりしましたね。だからその全然つながらないかもしれないけど、善くんとかみたいな人がさ、まあ、なんだこのレベルの高い小学生はみたいな人がさ、そうそう、なんていうの、30年前にいたのかなっていう、いや、いなかったんじゃないかなみたいな人がさ、やっぱり、ちょこちょこいるんでしょうね。で、それが生まれるだけの環境がちょこちょこあるんでしょうね。で、それをなんかすごい名監督がとか、名を馳せた誰々がとかじゃなくて、まあ、本当になんか、有名とかじゃないけど、でも結構現場でそれなりに、あ、なんか今までのこれじゃ通用しないなって考えて、秀平さんみたいにね、なんかその自分なりに勉強してとか、チームビルディングもそうだし、コーチングもそうだし、っていう人が増えてるんでしょうね。っていうね。いや、そんななんかこう、周平さんとユキカさんがさ、まあ、直接、なんか企んでるらしいと。企んでるらしいって、俺が勝手に背中を押したせいだっていう話もあるんだけど、いや、でも、それはさ、まあ、俺はたまたまね、アイデアとして言っただけじゃないですか。アイデアとして言った後に、ゆうかさんとしゅうへいさんが直接、ズームで1時間喋って、なんかしらこう、いい取り組みができそうだみたいなことをね、サロンで言ってくれてましたけど、これでも、あ、こういうことついに起こったなと思いましたよね。まあ、ゆうかさんのフィットネストレーナーとしてのこう、コーチングの技術とか、まあ、今まで学んできてるところとか、で、その名門校を率いてこんな実績出しましたみたいな話と全く別次元のところで説得力があると思うんですよね。もうなんか徹底的にセオリー学んで、でそれを自分の石原塾のかけっこ教室で徹底的に実践して、でトライアンドエラーでもう何て言うか、凄まじい速度で、その。まだ20代の人がさ、ここまで知識あるのっていうぐらい知識あるし、で実践もさ、もう毎週何クラスも子供たち見て、で、まあ、パーソナルトレーニングもやりながらチームも運営してっていうことじゃないですか。まあその、なんていうか、まあある意味実績って、まあ数字にはならないんですけど、やっぱり説得力半端ないですよね、ゆきかさんのトレーナーとしての。でそれと周平さんみたいにこう1チームの少年野球のコーチを、まあ、長年やってきて、でそれのバックボーンには自分が長年ずっと小さい頃から少年野球に自分が育ててもらって、高校野球まで行ってプロ目指すぐらいまで頑張って。っていうさ、説得力とこう種類が違うのがちゃんと掛け合わさる時ってめちゃくちゃワクワクしますよね。何を話し合ってんでしょう 90分何を話したんでしょうか いや、すっげえ知りたいですね。でもなんかそういうものが多分あちこちで起こってんじゃないかなと思うんですよね。で、とにかく今までなかったような、質の高さみたいなのが、まあ、スポーツだけじゃないのかもしれないけど、育成とか、まあ人材育成ですよね。その、まあ大人の人材育成も含めてなんでしょうね。大人も育ち、子供も育ち、共に育つで教育って健太さんはね、いつも言ってますけど、なんかそういうことがこう、全然スポットも当たらないようなところでも、無数にこう、ちょっとずつちょっとずつ積み上がって、レベルが上がってるんでしょうね。なんか、それをこう、それがなかったら、
急にさ、プロだけさ、いきなりレベル上がるってことないと思うんだよね。そのね いや、と思ったりしましたね。それぐらいなんか、まあ、にわかバレーボールファンかもしれないけど、なんか、とてつもない、進化の度合いにさ、もうちょっとびっくりしすぎて、推論に推測に憶測を重ねて喋ってますけど、日本すごいねっていうね。いや、まあなんか、ただそれだけを言ってるだけなんだけど。まあでもその中に、日本すごいねに、やっぱり自分らも名もなき存在でありつつ、自分らもそこに入ってんだなっていうのは、ちょっと実感しつつあるっていうか、そんな気がしたりしました。日曜日こんなダラダラ喋るのはね、ちょっと久しぶり。ちょっと砂塚森忠さんおはようございます。森本あかねさん、全くんかんくんおはようございます。山本健太さんおはようございます。忘れてた。そうだ、その全くんが久々に 久々にスタイフ上げてましたね。よかったですね。なんか久々に上げたと思ったら、いや、久しぶりっていうのなしに、今日はこうだったっていう、今日のエピソードね、そのまままっすぐ喋ってるあたりがね、もう最高だなと思いますね。いやー、久しぶりにちょっと空いてしまいましたみたいなことを一言も言わずに、スーくん、スーちゃん、スーさん、わかんないけど、まあ、年下の小学生との、微笑ましいエピソードね。いや、まあ、それ全然、もうすごい面白いからいいんだけど、なんかそれをさ、割と久しぶりなんだけど、久しぶり感を全然感じさせずに、久しぶりだねとも言わずに、そのまままっすぐその話に入るっていうのが、善の強さですよね。いや、あそこね、俺も一週、例えば3日空けたらちょっと久しぶりになっちゃいました。1週間空けちゃったら久しぶりになっちゃいました。1ヶ月空いたら、いや、ほんと久しぶりになっちゃいましたって、言うんだよ、誰もが。まあなんか別にそのスタイフの配信だけじゃなくてさ、ブログとか、何でしょう、なんだったら、フェイスブックの記事ですらもうそんなこと見かけますよ。なんか、でもさ、本当はそれっていらないんだろうな。久しぶりなのかどうかはいらない情報なんだろうな。で、そこに対してさ、本人だけが、なんかその、久しぶりなのに、こう、いきなり投稿するのは、なんかこう、気が引けるというか、ブレーキがかかっちゃうというか、自分で自分の投稿にブレーキをかけてるようなところが、多分ある。俺もあるんですけど、久しぶりになった時はそうなりますよね。あれ、なんでなんでしょうね。逆になんでなんでしょうね。その、前みたいにさ、ちょっとあこうがないでしょうが、思いついてパッと言ったりやったりするときには、それだけをやればいいわけじゃないですか。久しぶりかどうかどうでもいいわけですよね。あれ、強えなと思いましたね。無駄なカロリー使ってないわけですよ。その分ね。その、久しぶりだけどって一言それのにもなんか無駄なカロリー使っちゃうわけよ。で、それ言ったから何が生まれるわけでもないのに言っちゃうんだよね。思っちゃうし言っちゃう。思ってる時点でもうなんか、ややストレスかかってる。だから、その、3日坊主になってもう1回やり始めて3日坊主3回繰り返せばさ、10日間やったことになるじゃんみたいなさ、ことって、口で言うのが簡単なんですけど、その2回目の、3日坊主になってしばらく間が空いて、その2回目の再挑戦のところのスタートの1日目の、なんていうか、こう、ペダルの重さというか、漕ぎ出し辛いよねっていう、あの感覚っていうかさ、あれ、久しぶりだと良くないっていうのを、どっかで自分に思ってんだよね。あれがさ、なければね、前みたいに、その、あこうが何しようが、またやりゃいいじゃんっていうさ、そのまんま、そのまんま前回、で閉じたのをもう一回やる気になったからやるわって、ただそれだけのお話で、
やらないよりやった方がいいんだろっていうさ。それだったら意外とその物事なんか途切れずに続けられることってもっと増えるような気がするよね。あれ何なんでしょうね。久しぶりになったらすごく申し訳なくなっちゃうっていう、変な心理。教えてください。どうしてなんですか、あれは。だから、なんか逆にそうだな、途切れさせ、なんか休んでもいいんじゃないっていう時にさ、なんか途切れさせると、またもう一回漕ぎ出す時すげえ辛いから、なんか無理しちゃうのよっていうね。これ逆もあるんだよね。休みいいじゃん、別に。っていうさ。で、なんか、休めいいじゃんっていう時に正しくストップして休めないしさ。で、始めようっていう時にもさ、別にもうなんか準備はできてて、時間もあって、体もこう割と元気になってきてて、やりたいなとも思ってんだけど、なんか久しぶりが申し訳ないな、みたいな、変な心理的なこうストレスが、のせいでさ、それスルーしちゃって、結局、なんか、始められないみたいな。めちゃくちゃあったよ、俺は。あれ、どうしてなんですかね。あれさえなければ、もうちょい、なんか、三日坊主、案件が、減ってたというか、再チャレンジできてたんじゃないかな。再スタートして、結果的には、途切れたり、やったり、途切れたり、やったりを繰り返したうちに、割と身についたことみたいなのって、もうちょい増えてたような気もするんだよね。これはいや、どうでもよさそうだけど、俺結構、なんていうか、世の中全体でこう積み上げたら割と損失でかそうだから、解き明かしたら面白い成果と言えるかもしれないっていう、大問題風にちょっと わざと言ってますけど、誰か教えてください、ちょっとあれ、これどうやって説明されるんですかね。なんか久しぶりの時の変な申し訳なさとストレスで、それさえなければスッと禅みたいに始めれると思うんだけど、俺は少なくともそれあるし、だからなんかそれがあるなと思うから、なんか別に逆にね、続けていることをちょっと休んでもいいかな、ちょっとストップ一回ストップしようかなみたいな時に、なんか一回でもやめるとさって思って、ちょうどよくちゃんといいタイミングでストップして休めないみたいなのもさ、これ弊害大きいと思うんだよ。だからそういうのがあるから無理しちゃったりすると思うんだよね。なんですかね、練習しすぎでオーバートレーニングでさ、怪我したりとか、僕ら散々やってきたじゃないですか。 僕らさ、勝手にね、勝手にみんなそうだよねっていう前提で話しますけど、いや、なんかさ、うまくない、まだもうちょい上手になりたいな、これからだっていう時に限って怒っちゃうやつね、オーバートレーニング問題、あれなんでなのかなと思ったんですけど、そこ結構あるかもしれないね。再スタートの時どうせストレスなんじゃないかなって思ったら、あ、清水さんおはようございます。再スタートに対してこう不安があるから、なんか今やめたら失っちゃうんじゃないかみたいな、そういう変な不安が、オーバートレーニングのものすごい遠くにある遠因かもしれないよね。ひょっとしたらね。だから続けちゃうんじゃないかな。ちゃんと休めばさ、ちゃんと治ってさ、で、またやりゃいいだけじゃないですか、元気になってからさ。その方が絶対上手くなるんだよ。それは分かってる。怪我するように来る。怪我したりとか、慢性的な痛みを抱えるとか、肉離れを繰り返したり、捻挫を繰り返したりとか、いろいろ聞いたり、自分もやったりしてきましたけど、あれなんであんなことしちゃうんだろうね。で、ずっと思ってたんですけど、多分再スタートの時にストレスがあることを先に自分でこう決めつけて予測しちゃってて、そっちのストレス感じるよりは、あるいは本当に途切れちゃってやめた時、本当はやりたいなと思ってた、こう心の引っかかりを残したまま、全然
リスタートできませんでしたの挫折感も嫌なんだよね。両方嫌だからさ、それになるぐらいだったら、なんかちょっともう辛いけど、痛いけど、今日もやろうってなっちゃうっていうね。この説ある気がするんだよな。それでオーバートレーニングなんじゃないかな。というね。その辺でやめとけよっていうやつをね、やめれないんだよね。切ってからじゃ遅いんだけどな。切っちゃうし、捻挫してからじゃこう、もうやっちまったって毎回思うんだよね。もう僕は例えばなんか左の足首めちゃくちゃ緩くて、もう捻挫ひたすら繰り返してたからそうなっちゃったんだけど。 でもなんかそんなすごい猛練習ね、したせいでそうなったのかって言ったらそうじゃないんだよね。さほど上手くなってないのに、まあだから正しく練習できてなかったんでしょうね。知識大事だなと 30年越しに今更思ってますよね。 だからなんかそのちょっと前のスタイフの放送から広げすぎっちゃ広げすぎなんだけど、ちょっとオーバートレーニングと、なんでやめられないのかと、なんでリスタートの時に変なストレスがかかるのかと、これ両方つながってる話のような気がするっていうね。どうですか、清水さん。心当たりありまくりですよね。オーバートレーニングといえばね、っていう話なんですけど。はい、清水信之さん、おはようございます。懐かしいね。清水さんとなんか何が盛り上がったって、一番オーバートレーニング問題が一番楽しかったかもしれないね。 何なんですかね。 まあ今40代で、かつてオーバートレーニングのせいでいろいろ挫折したとか、今再チャレンジせっかくやってるんだけど、またついついかつてのこう教訓を生かせず、今でもついオーバートレーニングしちゃいます。やめられないです。これ何なんですかっていうね。 ずっとしてたような気がしますけどね。これは寺石ゆかさんもそうですね。寺石ゆかさん、おはようございます。でもね、ゆかさんはこれそれちゃんと乗り切ってさ、自分でタイムマネジメントからスケジュールからもう一回再チャレンジ、本当見事にねやってマスターズ出て、素晴らしいジャンプでしたよね。なんかだからああいうそのコーチング、セルフコーチングのテクニックでとかさ、まあ本当に高度なテクニックだと思うんですよ、あれってね。 自分の、まあ、セルフコーチングを自分で自分にかけるみたいなのって、まあ、ゆっかさんがやってることって相当高度なことで、でそれをもってすればさ、まあ、オーバートレーニング自体を防げるかもしれないし、まあ一回途切れた時にもう一回自分を再起動させるみたいな術ですよね。そのセルフコントロールの術があれば、ストレスを感じていても、再起動時のストレスをちゃんと乗り越えられるよねっていうのが多分ゆかさんがやってることで、それをちゃんとやってみせたっていう話だと思うんですよ。でも究極禅みたいにね、その 再起動時にノーストレスっていうのが最強だよね。久しぶりに何かをやるときに久しぶり感を一切感じてないっていうのは最強やなとか。やりたいからやりました、やめたいからやめました、休みたい時は休みます、またふとやりたくなったらすぐやります、ここにその休止においてもストレスなしで、再起動によってもストレスなし、本当優勝おめでとうございますですよね。勝手な義務感が生じてしまってる。そうなんだよな、ブランク開けてからの復帰、で継続よりもパワーがいると思ってるので、再開できる人ってすごい、本当そうだよね。これ何なんですかね、わかんねえな。初チャレンジの時の恐怖よりもね、はるかに恐怖とは違うんだけど、なんかストレス大きいんだよな。あれなんでなんですかね。機械は初動時の負荷変動が大きい時に故障が出やすいイメージがあるので、人でも同じなのかな。 確かに。
それなのにさすがやな。メカニカルに言ってきましたね。朝のハーフマラソン後の筋トレ、ストレッチ中。ハムお大事に。ハムお大事に。いや、ほんとさ。いや、まあまあ、そんなにね、簡単に壊れないぐらいね、まあ、ハーフマラソン走れるぐらいだからさ、長年走ってる人がさ、そんなに壊れないと思うんですけど、まあ、ただ、やっぱり財産としては、でかいよね。強靭なハムって。強靭なハムストリングスほど、でかい財産ないと思うのよ、俺はね。だって、なんていうの、健康寿命みたいな話できたらさ、要するに結局、ちゃんと自分の足で、自分が思うように歩き回れるっていうか、ちゃんとした速度で歩き回れるっていうのは、要するに健康寿命のね、何歳までそれができるかっていう話じゃないですか。で、まあ、要するに、寝たきりになった瞬間も、それまですごい元気だったとしても、一気にこう、衰えていくとか、よく聞く話ですけど、それって、寝たきりっていうのがさ、結局、まあ、どこを悪くしたとしてもですよ。まあ、骨折とかで、起きれなくなったとか、他は内臓とか何にも悪くないとかさ、まあ、逆の場合もあるけど、病気の場合もあるかもしれないけど、まあ、どっちにしても、立って歩くっていう行動っていうか行為がさ、許されなくなったところってさ、ものすごいこう大きな分かれ目っていうかさ、健康寿命のね、まあ俺そこに結構な恐怖を感じたからスポーツ再チャレンジやり始めたんだと思うんだよね。あ、これは深刻やなと思いましたもん。深刻っていうか、まあ、なんていうの、将来不安でいろんな種類あると思うんですけど、思考が歯車タイプが CVT タイプ。 なるほど、ギアチェンジか CVT、無限変速みたいなやつか。 CVT ってなんだっけ、連続的にね、ギア比率が変わってくるやつ。年齢を重ね、知識が無駄に増えていくと歯車タイプ、考えを一回一回切り替えると。ああ、なるほど。マインドセットみたいのを、別な理論をも導入して切り替えるみたいなのか、まあ、無数にそういうの世の中あるから、それをこう、臨機応変に適切な、その時のこう、負荷に応じて、ちょうどいいものに、自動的に、シフトチェンジするっていうか、そういうイメージですね。なるほどな。あ、確かにな。深いっすね。これ思いのほか深い話になってますね。これは清水さん、なるほどな。含蓄あるわ。なんかやっぱりさ、走るっていうこと、まあ長年やってきたこともあるし、まあ怪我も無数に繰り返しているし、オーバートレーニング問題とか、要はその再開する時のこう変な負荷ね、あれも多分無数に味わっているじゃないですか。そこに対してなんか洞察せずに僕はスルーして、毎回その同じように同じことをやっちゃってたんだけど、結構シュな感じからね。 すごくよく分析できてますね。 なるほどな、面白いな。ちょっと待てよ、寺石ゆかさんがすごいねって話だったんですね、これね、もともとね。 そうそう、まあだから、ああいうゆかさんみたいにさ、セルフコーチングでっていう、まあある種の超絶テクだと思うんだよね。あれで、そんな簡単にさ、習わずにできる人いないと思うから、まあだからこそゆかさんはそれを人に伝えるっていうお仕事してるんだと思うんだけど、逆にそれむずいのよ。で、それで自分を管理して自分に再チャレンジをちゃんと促すとかさ、途切れてもこうやってまた再起動すればいいみたいなのをやるってすげえむずくて、まあだから言うと善がすごいよねっていう、その善が究極ですよ。だから再起動にストレスがないんだったら、何の問題もないんだから、
それコーチング売りはないんだから、全員よ。最強やなっていう話なんですけども、中村修平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。まあ、友人さんみたいにね、デイリートラッキングを淡々とこう書き連ねて、同じフォーマットで同じこと毎日毎日書いてんだけど、一言だけなんか思ったことがあればチラッと書いていくみたいなのっていうのは、一つのセルフコーチングの一環かもしれないですね、あれね。そのユージンさんは別にセルフコーチングしようと思って書いてるわけじゃないと思うけど、あれはなんかこういい感じでユージンさんが自分でもセルフコーチングしている感じが伝わってくるし、結局それを見ている僕らサロンメンバー側にも、なんていうのかな、自分と照らし合わせるこう物差しになってるというか、あれすごいいいっすよね。結局なんか見てるのは、俺は日ハムの結果しか見てないんだけど、デイリートラッキングで 日ハムの結果しか見てないんだけど、結局どっかで照らし合わせてる感じしますしね。今日なんとなく重いなとか、あ、ユージンさんはそうだったんだ、そういえば俺はどうかなってなるからね。自動的にそのなんかやっぱり目にする投稿のこう鏡でなんとなく自分にも影響あるっていう、そんなこう大きなさ、強いコンテンツとしてこう学びになるみたいなことじゃないと思うんだけど、でも効能はあるよね、明らかにね。佐藤奈くんおはようございます。小山あやさんおはようございます。阿部ゆきかさんおはようございます。ということでね、日曜日ちょっとダラダラ喋りすぎた まあ、とにかくバレーボールすごいねっていう話がしたかったんだけどね。バレーボール日本代表ほんとすげえなっていう話を何分喋ったんでしょうね。今日ちょっと だいぶダラダラしてみたら まあでも、今日皆様どんな一日をお過ごしになるか、でもね、良き週末をお過ごしください。とにかく今日もね、皆様どなたと笑いますでしょうか。昨日一日ね、お休みしたけど、まあだから昨日のお休みの分と合わせるとちょうどかな だいたい、1時間弱喋ったかな まあ別に時間とかどうでもいいんですけども、まあでもね、面白いですね。なんかそうだな、たまたまだから俺も昨日休んで、例えばこの朝礼一つをとっても、これ今日休みだなっていう時に、まあ別に昨日はさ、たまたまその空く時間が一日の中でなくてっていう理由での休みではあったんですけど、なんかまあその、まあ、まだあんまりなったことないんだけどね、この朝礼配信やめようかなとか 気が乗らないなとかあんまりなってないんだけど、まあ、なったらすっとやめた方がいいっすねと思ったりしたよね。でなんかそれでこうまた再開する時もすっとしれっと「お久しぶりです」とか一切言わずに、今日やるよっつってやるみたいな、全スタイルね。あれを学んでいきたいね。ちょっとね 思ったりしました。はい。ということで、今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね。清水さん、ありがとうございます。いや、今日意外とこれ深かったっすよね。思考の歯車タイプと CVT。これはパワーワードというか パンチラインですね。